こんにちは、パークアクマだよ。今日は谷中銀座にある谷中銀座カヌレパパンにやってきたよ。早速行ってみよう。ここは谷中銀座の夕焼け段々の階段を登って右手にあるカヌレ専門店なんだ。僕はクラシックカヌレ、塩バターカヌレを購入したよ。こちらがクラシックカヌレ。外はカリカリ、中はもちもちのカヌレなんだ。ほんのりバニラが香ってとっても美味しいんだ。お持ち帰りで温めて食べるのもおすすめなんだって。こちらは塩バターカヌレ。クラシックカヌレを塩バターでコーティングしたこのカヌレは、塩っぽさが甘さを引き出してとっても美味しいんだ。甘いカヌレだけでなく、お惣菜のカヌレもあるので、いろんなカヌレを食べてみてほしいな。今回は谷中銀座カヌレパパンを紹介したよ。今後もゆるっと喋っていく予定だから、チャンネル登録と高評価、おすすめのお店をコメントしてくれると嬉しいな。じゃあまたね。